こんにちは、植木屋健チャンネルです。今日の動画はですね、間違った枝の切り方をしてしまったら将来的に木が枯れてしまうという動画ですんでね、必ず見てください。結構ね、大切なことなんですよ。じゃあ行きますね。わかりやすく行きますね。はい、このようにですね、このように枝を切る場合ですね、根元で切ると。でこの場合、切る場所がすごいね、大事なんですよ。皆さん、どこで知ってますかね、どこで切るかね。あのですね、ちょうどここにシワがあるんですよね。シワみたいなのがね、まあ、全部が全部じゃないんですけど、まあ言ってしまえば、ここと、で、下はですね、下はもっとこう枝寄りなんですよ。の、このあたりですね。こことここ、こことここ。わかりづらいですよね、絵やったらね。じゃあね、実際の木の画像でちょっと見てもらいますね。はい、どうぞ。はい。今の位置なんですよね。今の位置でね、こことここを結ぶ位置ですね。こうですね。ここで切ったらどういうことが起こるかと言うたらですね、この切り口を正しく修復、素早くしてもらえる可能性が非常に高い場所なんですよ。ここで切るっていうのは。その、細かくいいこと言わせていただいたですね。この辺にですね、すごくその、ここを修復する細胞みたいなのがね、すごい溜まってるらしいんですよね。ですんで、ここで切ることによってね、早く修復できる可能性が非常に高いということなんですよ。はい。で、じゃあ違うところで切ったらどうなんやって話しますね。じゃあね、残しすぎですね。ここで切るんじゃなくて、ここ。例えばね。じゃあここで切ったらどうなんねんって話なんですよ。だいぶ残ってますよね。ちょっとこれもね、動画で見てもらった方が早いんで、ちょっとね、見ていただきます。はい、どうぞ。はい。見ていただけましたかね。深刻でしょ。もう、あれで、将来的に枯れるっていうことなんですよ。ですんで、残しすぎたらあかんのですよね。切るんでしたら、ここで切るということ。残しすぎたらね、その、再生しようとするね、組織をこう邪魔してしまって、傷口が塞がらないと。で、塞がらないと言うてる間に菌が侵入して、中まで枯れてしまうっていう感じやと思いますね。で、次ね、切りすぎ。この切る位置をね、もうこの幹、ここでズバーっともうまっすぐ切るって感じですね。その、まあそのまっすぐ切りすぎのイメージもね、掴みやすいようにちょっと動画出しますね。はい、どうぞ。はい、見ていただいたと思うんですけど、あれも切りすぎなんですけど、どういうことかって言ったらですね、さっきも言ったように、ここの部分にですね、この再生してくれるようなね、細胞がたくさんあるんですけども、ここで切るっていうことはね、もう、その細胞も全部切って、なくしてしまうってことなんですよね。このようにですね。ということは、なかなかここが塞がらないと。再生されないと。塞がらないということでですね、塞がらないと言うてる間に菌が侵入してしまってですね、中に腐朽菌が侵入してしまって、さっき残しすぎた時と同じような状況がやっぱり切りすぎてもなってしまうということなんですよね。で、将来的にこの中が全部空洞になってしまってですね、空洞になってしまって折れて朽ちて枯れるっていうことなんですよ。だから意外に深刻なんですよ。もうちょっとその本当些細なね、その無知がゆえに切る位置を間違ってしまった。で、そっから菌は入ると。で、やっぱ緩やかなんでね、なかなかね、その分かりづらいっていうかね、ここで間違って切ったとしても、ここ中が空洞になって将来的に枯れるのはね、やっぱ20年後30年後なんでね。ですんで、そのミスを犯すことによって確実に将来的にね、枯れてしまうっていうことですんで、意外に深刻なんですよ。ですんでね、本当最後まとめなんですけど、切るときに、あ、この位置でいいかなっていうね、確認をね、していただきたいんですよね。もう本当それだけなんですよ。もうちょっとしたね、手間、それここでいいかな、ここやったな、あ、ここで言ってたな、ここやな、ここで切ったら修復しやすいなって思って切ってあげるっていうことがね、将来的にその木をね、もう100年200年長く生かせれる、その秘訣っていうかね、手はね、それしかないんですよ。もう切るとき、どこで切るか、考えて切るか、それを理解して切るかっていうことが大事なことなんで、まあ、こういう知識をね、頭に、入れていただくことをね、目的として今回取ったんですけども、はい。ですんで、ほんとね、切る、まあ、細い枝とかはね、そこまでね、やってたらもう、切りがないんでね、なかなか現実的ではないんですけども、やっぱり、太い枝ですね、もう幹の根元で切ったりとかね、そういう場合の作業の時はね、この話を思い出して、ここでいいかな、ここでいいかな、で、ちょっとね、考えて切るようにね、してください。よろしくお願いします。これですね、これはちょっと残しすぎなんですよね。ですね、これちょっと切りますね。これとそれとね、
ちょっと残しすぎっちゃ残しすぎなんですよね。それでこれもちょっと残しすぎですね、うん、ここですね。このようにね、はい、切りました。これぐらいですね。はい、こんだけ余分やったんでね、こんだけ余分でしたね。これでいいと思いますね。はい、こんだけ余分でしたね。これでいいと思いますね。これもね、ほんとちょっとだけなんですけど切っときますわ。はい、これでいいですね。こちらですね。今後ね、この切り口の経過もね、ちょこちょこ上げていこうと思ってますんでね、またご視聴の方ね、よろしくお願いいたします。本日はどうもね、最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。今回の動画はこれで終わりますね。はい、じゃあまたね、次の動画でね、お会いいたしましょう。本日もどうもありがとうございました。